皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県立裾野高校を紹介します。裾野高校は総合学科の高校です。総合学科というのは普通科とか専門学科という枠に収まらない様々な学習ができる学科で、第三の学科とも呼ばれています。それが、この裾野高校です。裾野高校では地域と連携したキャリア教育で地元に貢献する、ね、貢献できる人材を育てる、こういうことを目標にしています。これだけを聞くと、あ、卒業したら、ね、就職なんだなと、そういう子が多いんだなと感じちゃうかもしれないんですけど、そうじゃなくて、4年生大学短大専門学校に進学する生徒は、多くいます。で、1年では共通の普通科目を学んで、各系列の体験授業を受けます。そして2年次から5つの系列に分かれて学ぶようになります。1学年の定員が120名ですから、これを5で割ると24ですよね。つまり1系列24名の少人数で学習する、そういうふうになっているんですね。その5つの系列というのは、人文国際、自然科学、ビジネス、保育、福祉介護、この5つです。学校裁量枠なんですけど、3つあります。詳細については11月に教育委員会から発表されるので、細かいところ、ね、そちらを参考にしてください。大まかに3つを紹介すると、大学的活動と地域貢献と中学における学習、このようになります。なお、地域貢献で受ける人は作文の課題があります。これ800字の作文を60分で書くそうです。その高校に通う生徒はどんな地域から来ているのかというお話ですけれど、その高校は裾野市、ね、唯一の県立高校なので、やっぱり裾野市から通っている生徒が一番多いそうです。次に沼津市、御殿場市、三島市、清水町、こういう地域から通学しているんですね。それから11月に入るとイベントが2つあります。1つ目はオープンスクールです。オープンスクールは11月9日の土曜日、時間は8時50分から16時。オープンスクールでは授業と部活の見学ができます。もう一つは学校説明会です。こちらは11月30日の土曜日です。時間は9時から11時で、受付は8時45分から行うそうです。ここでは学校の概要説明と個別相談をやるというお話です。このオープンスクール、学校説明会、どちらも申し込みは不要なので、その高校ちょっと関心があるという方は参加してみてはどうでしょうか。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。